栗田咲子さんの作品展ワクワクワンダーランドは3月16日から開かれています。栗田さんは勝山地域出身で現在は大阪府に住み、平成7年から関西地方を中心に活動していて、真庭市での作品展は今回が初めてです。身近な室内や風景、動物をモチーフとしながら、どことなくユーモアや違和感、非現実感の漂う絵画で知られています。今回の作品展には平成9年から現在までに手掛けた油絵や水彩画などを中心とした作品およそ50点が展示されています。生まれて間もない頃から大阪へ移り住んでいた栗田さんですが、昔から毎年のように真庭に訪れていて、第二の故郷と思っていますと話していて、展示作品の中には真庭市の風景を題材にした作品も見られます。ミュージアムっていう立派な空間で個展をするっていうだけでも ありがたいことなんですけども、それがこの私の慣れ親しんだ土地で、しかも大好きな蒜山でできたことがすごく嬉しいです。はい、しっかりしたコンセプトっていうのがない、出会ったもの、好きなものをその時描きたいなっていうものに対しての小さいアイデアをちょっとずつ絵に取り入れているっていうような感じです。大好きな真庭市に今までいろんなネタをモチーフとか題材になるものをいただいてきました。私の絵を見てもし楽しいなと感じていただければとても幸いです。はい、栗田咲子展ワクワクワンダーランドは9月8日まで開かれています。会期中、公開制作やアーティストトークなどのイベントも開かれます。詳しくはグリーナブル蒜山のホームページをご覧ください。